それでは岡田監督、ここからは囲み取材お願いします。はい、お願いします。森下はフルカウントから粘って、うん、いや、あそこはもうね、まあ、エンドランじゃないしね、もうスチール、もうゴロ打つんじゃないしな。8回もなんとか追い越されなかった。いや、まあこっちから見てもな、アウト思ったけどな、前でな、タッチしとったからな。中継プレーがチームに浸透している。いやいや、だからお前一番大事なところでな、出たよな、やっぱりな。ワンアウト1、3塁の大ピンチをケイケラーがよく抑えた。もうな、石井がな、いてなかった。もう、本当やったら、お前、石井っとったよ。なあ。まあ、だからな、馬場にな、かけたんやけどな。まあ、ああいうふうになったからな、もう、まあ、やっぱりな、三振取れへんのはケラやな。で、やっぱりなんていうの、まあ、小さいことやらんばったになってからな、今日のトップ印象やろ。だからな、ケラの方がええかなと思った。宮崎はさすが。いやいや、もうずっとね、もうだいぶちょっとな、負担かけてるけどな。打線が好調で先手先手で点を取れている。まあ、どっかでな、もう一本出たら楽なんやな。まあ、その追加点いうか、なんかもうここでね、あと1点2点取ってたら、お前だいぶ向こうもお前戦闘能力なくなるみたいな。なだからお前ツーランソロはもうそうでもないけど、やっぱ相手がツーランツーランとかだったらな、やっぱりここはな、この球場は怖いよな。岩貞がちょっと先頭のな、フォアボールやろ。先頭のフォアボールやろ、絶対な。死に物狂いで巨人も来ている中、しっかり勝ち切れた。まあ、勝ち切れたいうかな、まあ、勝ちゲームやからな。 5-0 からのスタートやからな。3回までにな、いや、勝ち切れたよりもやっぱり絶対勝たなあかんゲームになってしもたわな。そういうのはお前、そういう時の方が結構しんどいよ。まあ、最初にな、ああやってお前、点差開いた方がな、勝って当然と、まあ、そういう展開になるからな。シーソーゲームの方がまだな、楽なことは楽やわ、はっきり言うてな。その中で貯金がまた一つ増えた。まあ6連戦の今日な、一つ買っておけばね、だいぶ後々がな、なくになるなと思ったからね。結局はお前落とせんゲームになってしもうたわな。結局は落とせんゲームいうことはお前しんどいゲームになってしもうたいうことや。しのがなあかん展開になってしまうもんな、結局はな。シーソーゲームの方がお前楽やで。どっちに転ぶかわからんゲームの方が楽や。こういうゲームはチームを強くする。強くする、まあするって強くなってるんちゃう。まあ、だからお前こういう風に負けないことが大きいわな。やっぱりな、1点差やけどな。以上です、ありがとうございました。はい、お疲れ様。はい、以上です。